わー、跳躍ぴょんぴょんずです。お願いします。ゆうさんです。のろくんです。はい、今日のはね、今日ね、すっごい嬉しいことがあった。そう、今は黒マスクじゃないですか、うん、マスクが新しくなります。イエーイ。やっぱね、表情大事ってことなんでね。マスクが新しくなる。ちゃんと YouTube 用のマスク買ってきたので。あ、そうなの？え、マジ？え、ありがとう。これで撮影していきますよ。ああ、あれか、マスクシールド。そうそう、マスク、そうそうそう、例の買ったんだよ。マスクフィールドだ。ごめん、どっちだよ。そこユウさん間違ってダメですよ。これしてれば何、1m 取れば OK ってこと？うわー、え、これもらっていいの？あ、いいよ。やった、ありがとう。普通に10個入りのやつ買ったから全然。10個入り？やった、口10個あってもいいじゃん。だからなんだよ、口10個あってもいいじゃん。まあまあ、ないよりは。これ初めてつける。これどうやって使うんだろう。ちょっと待って、なんか何が入って、なんかこんな、これなんかプラスチックのやつになんかおしゃべりみたいな、これついてるのと、これ、これつけたことない。まずない。あ、そう。なんか多分耳にかけるゴムが2つ輪っかになってるやつ。おそらくこの、あのフィルムをね、剥がすと思う。ここ顎くるよね。こういうことでしょ。それ本当に合ってる？あ、でも口に来てないね。口に来てないから絶対、え、じゃ加えるんじゃないのこれ。加えます、ね、喋れねえだろ。え、なに、これなに、説明書ないの？あ、こっちかな。逆、絶対違うっしょ。顎シールドじゃん、それは。これが逆向きか、こっちか。あ、なるほどね。あ、そっか、あ、絶対こう、絶対こう。なんか今これ差し込めるから、こっち向きにすると多分、え、こうだって絶対こうじゃね。でよう、で、これを、これ、あ、こっちだ。ゴム引っ掛けて、これで合ってますね。へー、初めてつける。合ってる。まあまあ、初めてだから調子いい。鼻じゃねって、そこ、顎。え、それ俺と同じ現象なってるって。え、逆なんだって、その、じゃ、これ下ね、こっちが下ね。あ、これ下に向けん、そっち。口隠れてなかったじゃん。合ってる？ん？え、合ってる？え、そんな口ギリギリまで来る？下唇まで。あ、顎短いんだよね。やっていきましょう。はい、では以上、跳躍ぴょんぴょんのゆうさんとのろくんでした。バイバーイ。とはいきません、とはいきません。ただマウスシールドをつけたよっていうだけの。まあまあ、それもそれでありだとは思ったけど、本題いきましょう。はい、あの、ちょっと嬉しいことがありまして、それをのろくんにね、教えたくて。いつも応援して YouTube を見てくれている、まあ、お友達がいるんだけど、まあ、ちょっと家族で仲良くしてる小学校4年生の子で、10歳か、うん、の子がね、いつも応援してるよって言ってくれて、なんとこの度お手紙もらったの。ファンレター？ね、お手紙もらったの。届いたの？本当にありがとう。あんまり多分、なんか本当、いいお手紙をもらいまして、うん、読みます。ゆうさんへ、跳躍ぴょんぴょんずいつも見てるよ。ゆうさんとのろくんのコンビ最高だね。はい、どうぞ。で、お友達がね、のろくんの真似をしてては、それがすごく似ていて面白いんだよっていう風に、のろくんの真似して遊んでくれてるみたいよ。真似しちゃダメですよ、本当に。俺の真似なんかしたら嫌われちゃいますからね。ほどほどにした方がいいですよ。そうね。しかも真似って、俺別にね、別にね、何ケンの、ま、真似するところないでしょ。のろくんです。普通に特徴ないじゃないか。特徴しかね、特徴ないじゃないか。うん、急にどうしたの？どこモノマネするんだろう。センスあるね、君。で、これからも頑張ってね、応援してるよと。ありがとうございます。ね、お手紙くれました、ありがとう。私これね、本当に嬉しすぎて、これ写真撮って、スマホのロック画面にしてる。あー、すげえ。本当じゃん。へえ。キラ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 。っていうことで、ありがとうございますと。ありがとうございます。応援の声を直接いただいて、めちゃくちゃ嬉しかったよっていう。いや、やっぱ、あれなんだな。子供向きなんだね、俺らのチャンネルって。まあ、そう、お子さんでも見ていただけるような内容にはしようと思ってる。なんだかんだ同年代が多いかと思ってたけど。そんなことない。10歳向けとかね。NHK だよね、これはね。
まあ、それで、あの、野呂くんがさ、あの前にコメントで、野呂くん宮城の食べ物で何食べてみたいみたいな、ルーズリーフさんのカラーリーフさん、あー、カラーリーフさんいただいたんだけど、で、あの野呂くんがずんだシェイクって、それを見たそのカラーリーフさん、今お手紙もらったんですけど、あ、そんな同じ人が爆笑したでしょ、野呂くんにって、なんと野呂くんにってか野呂くんと一緒に食べてねって、ほら、ずんだ餅、俺リクエストした、リクエストしたのずんだシェイクで、ずんだシェイクって宮城で買ってそのまま持って送るっていうことができないんで、冷凍のずんだ餅をね、ずんだのものってことでずんだ餅を送ってくれました、ありがとうございます。でさ、まずありがとうございます、サンキュー、ありがとうございます。で、これをね、ちょっといただこうかなと思います。感染対策に気をつけて、あの、まず一人ずつ食べましょう ね、 おなじみなんですか、宮城からしたら。ずんだ餅はよく食べる、ずんだ餅、いや、でもずんだ餅もどの状態のずんだ餅だか分かんないんで、いろんな会社で出してると思うけど、これね、ずんだ茶寮っていうね、あ、そこじゃん、マギの月と同じ会社が作ってる。オープン、え、高そう。あ、見て、ずんだぎっしり。なんかあのね、これ食べる用のヘラみたいな。ファンミーティングじゃん、これ。ファンミーティング、これ冷凍なんだけど、これ解凍、え、解凍、え、待って待って、え、早く食べたいんだけど、ちょっと今ちょっとカチカチ、ほんと、あの、ずんだ餅でしょ、これ。ちょっと、冷凍だから、ちょっと、あの、ちょっと常温に戻しとこう、常温に置いといて、あとでちょっといただこう。じゃあちょっと解凍しておきましょう、はい、食べていきましょう。解凍できました。え、じゃあこれちょっと2人で食べるとあれだから、ちょっと野呂くんから食べて。ずんだ餅知ってるもんね。このこれをこれスプーン、なんだろう、え、ヘラ、え、ずんだ餅は基本今これ、あ、解凍のためにあの レンジであの解凍モードみたいな感じで、これ温かい場合ってあるの、ずんだ餅あんまりない、今そこ温かいんですけど、あの、ね、周りはちょっとだけぬるい、でもあの真ん中冷たい、ちゃんと。お、ずんだですね。あ、そう、豆、うん、え、大豆の枝豆をすりつぶして砂糖とかと混ぜてっていうのがずんだなので。大丈夫、甘いかな、本当にあの枝豆の匂いでしょ。そうそうそう、なんかそれ外していいよ、甘い感じしない。へー、高そうだからね、4個くらい入ってます。うん、ずんだいっぱいかかってていいね。いただきます。何、いただきます。はい、うん、ずんだいっぱい、うまい。ちょっとお餅だったらちょっと待って、ね、あ、よく感じ食べて、結構甘めじゃない、うん、そう、そうとはか、うん、感じない、あ、まあ、忘れるんだ、そのメーカーにもよる、マスクの方がいいかもしれない。あ、意味ない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 、細かいですね、しょうがない、それくらい気をつけないといけないんだから。なんかこう、いらないこと、いらないことしないで、面白い、面白くないからやめて。それでは私もいただきます。どうぞ。ちょっと飛沫が飛ぶ、おまけ、飛沫おばさんか、飛沫おばさんって呼ばないで、本当に、なんで年下のことおばさんって呼ぶの、まだ若いんだから、嬉しい嬉しい、本当ずんだ好きで、それは未来だから、お正月もあのずんだ餅は絶対食べる、無理して、竹でできた、見せたわ俺が。あ、そう、いただきます。どうぞどうぞ。あ、でも確かに甘いかもな、ちょっと喉の方、ずんだだけ一旦食べてみるわ。いただきます。なんかそれ、ずんだ餅のいいところが台無しじゃないかな、うんうん、あ、宮城の人がうなるならよほどなんですね、うん、いっぱい食べてる中で、さすが多少三千、豆の風味が強くて、もうずんだ食べてるって感じ、ずんだだもん、もうそうなんだけど、何言ってんの、あのね、お餅もすごい舌触りが滑らかで、あそこは感じ取ってなかったわ、ずんだしか考えてなかった。甘さはそんなにね、甘、すっごい甘いわけじゃないかもでしょ、うん、控えめかも、うん、本当に豆の風味を楽しむずんだ、ね、え、美味しい、ありがとう、ありがとうございます。いや、ずんだはね、本当宮城県民にとってはすごくポピュラーな食べ物でして、まあ、枝豆に砂糖を混ぜて、え、なんで甘くすんのってよく言われるけど、食べてみれば美味しさが分かりますね。本当に、もっともう一個食べていい？行って行って。もう一個が大きいよね。うん。
うん、本当に美味しい。これ多分ね、ネットでも買えると思うんだよね。もしご興味ある方、ずんだ跳躍ぴょんぴょんズのお味をぜひ。跳躍ぴょんぴょんズのお味、私別にプロデュースしてるわけじゃないよ。面白かった？別にそういう意味じゃねえよ。そこじゃねえし、面白いところ。あ、すごい。ちょっと読んでなかったけど。読め。香り高さと深い味わいにこだわってるらしい。香りはすごい。お餅に宮古金っていうもち米を使ってるらしくて、宮城のお米ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。今後とも応援よろしくお願いします。お願いします。カラーリーフさん、今後もまあ皆さんもぜひね、ファンレターとかね、送りたい場合はゆうさんのツイッターフォローして DM で住所聞いてください。いや、本当にこんなね、本当ですよ。もらったのすごい。おこがましいですよね。本当に。おこがましい。おこがましい。おこがましいって意味合ってる？恐れ多いとかじゃない？それです。一緒ですよ。そういうことなんですよ。ね、本当にありがたいので、今後とも頑張ります。頑張ります。300人も目の前なんで。お二人で頑張っていこうや。おー！嬉しい言葉。うん。なんなの？ずっと解散だ解散だって言っといて、私が今後も頑張っていこうね。それは解散だ。で、ゆうさんが。前向きなことを言わないじゃないですか、普段。言ってんじゃん、ずっと。私解散する気ないよ。それは前向きじゃないじゃん。ちょっとネガティブじゃん。あ、そう、うん。まあ、これからもゆうさんの応援よろしくお願いします。二人の応援お願いします。あ、僕もいいんですか。ありがとうございます。いやー、ありがとうございましたの動画でした。今後とも頑張りますのでよろしくお願いします。今後ともお願いします。以上、跳躍ぴょんぴょんのゆうさんとあのくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。じゃん。